ジェイ先輩です。ノクターン。ジェイコだよ、ノクターン。ダッシュジャンプ、というか、実質二段ジャンプを手に入れたところです。そういえばそうね。ちょっと出し方にコツがいりますが、空中で横にダッシュしてからさらにジャンプできるので、登れなかった高いところに行ってみましょうか。そうね。まずはここ。両側にバリアがありますが、行けそうですね。でしょうよ。まあ敵が出てきそうなのはわかるね。こいつ、めっちゃ強いんですよ。ボスだと思ってたのにやっぱり普通に出てくるんだな。一回やられてるからね。特に密着して爆発する攻撃が凶悪です。今のだね。爆発する瞬間にダッシュすると避けられるのですが、こちらが攻撃中だとダッシュが出ないことも多く、それにタイミングも難しいから大体食らってしまいます。ガードは、あ、え、すっかり忘れてた。やっぱり。そうか、ガードがあったか。爆発を防げるのかはわかりませんけど、ダッシュが難しい以上ガードすればよかったですね。まあそれを判断する暇もないくらいですけどね。とにかく気づいたらすぐ爆発してるという感じです。そうかもね。あ、もうポイント1のスカイブレイカーはつけてたか。これを取れば2のやつがセットできるけど、2のやつがないという。ポイントは全然足りないね。どんどん集めたいです。これ、真上に登るのはかなり難しいから、横から空中ダッシュして目的の場所に二段ジャンプ、という形になるのです。そうか、真下からじゃ難しいのね。そこがポイントですね。じゃあまずはこっちから。やはり女兵士さんでしたか。できればそっとしておきたいところですけど、狭い通路ではやはり邪魔になるかな。ごめんね。びっくりした。ちょうど隙間が残っているのは優しいね。あ、こっちはダメだな。久しぶりの HP。 そういえばそうですね。まだあと2つも必要だけど、防御力という概念がなさそうなので、もっと HP を上げたいですね。そういえば装備とかもないんだもんね。あ、髪がピンクになってる。ゲージが溜まりました。アイテムがあるのは下っぽいな。でもまっすぐ行くか。ってそもそも通れないのか。どちらにしても下だったね。おお、どうやって行くんだ。そういうことか。え、でもそもそもこれ届くの。やり方が悪いかと何度も試しましたが、やはり2回目の壁キックができないので、あとちょっとのところが届きませんでした。やっぱりハイジャンプみたいなのはあるのかもね。そうじゃないといけない場所がいくつかありますからね。まだまだ能力は隠されてそうです。よし、これでさっきの扉が開いたかな。どんどん破壊してるけどいいのかな。怒られるっていうレベルじゃないですよね。もっとうじゃうじゃ兵士が出てきてもおかしくないのに。確かに。これも一見いけるか、と思ったけど、やっぱり壁キックが一回しか無理ですからね。こうやって棒でも出ていれば別ですけども。そうか。しかもこの時間が一瞬過ぎて間に合うわけがない。
おそらくバシューンとハイジャンプでもない限り無理かなと。もしかしたらここで手に入るかな。どうでしょう。ダッシュジャンプがここで手に入りましたからね。もう一つというのはなさそうな気がします。それもそうか。あまりにも便利だもんね。出てくるとしたら終盤だよね。そう思います。あ、あの技一つ買ってみたくなったのです。ボスまで取っておこうとか、みんなを巻き込めばよかったのにとか。今見たらいろいろ反省点はありますけど、その辺気分屋なので許して。それにしてもいっぱい出てきたんだねー。さっきあんなこと言ったせいかうじゃうじゃ出てきました。カエルみたいな頭してって、君はパッチだったっけ。正直名前は忘れてますけども多分そうです。でも結局自分では戦わないの。なんだよー。こんなにいたんだ。おい、いつになったらやるんだい。でも戦ったら強いでしょ。多分ね。だからできることなら戦いたくはないけど、でも気になるなぁ。そうだ、もう一回上に戻らないと。あと左上だけだね。もうすぐこの船を落とせるぞ。一人の女の子によって要塞が破壊されるのね。そう考えるとすごすぎです。めっちゃ難しいな。一旦上に行かないと無理か。ここは屈指の難しさだね。暗いだけでトゲなどはないか。生き残った。なんだ一撃必殺じゃないのか。大ダメージだけどそこまでではないんだね。切り札になると思ったんだけどなぁ。お、ついに船の一番上が開いたか。入り口のところね。それにしてもここもいっぱいいたのね。大変でしたよ。よし、それじゃさすがにボス戦かな。カエル頭のあいつ。あれ、シェルってロボのことじゃないの？よくわかんない。え、指示するだけ。自分は何もしないタイプね。しかも出してくるのは歯車だけ。もしかして人望ないな。レーザーが怖いね。あ、出てきた。でも一人だけ。確かに人望はないのかも。まあほとんど倒してしまったからなぁ。もう残ってないのかもしれませんが。気づきました。え、何に。今かなり久しぶりにガードしてみたんです。
ほんと、全然気づかなかったよ。ですよね、あまりにも使わないから。あーもうダメだ。隙の大きい攻撃中だとダッシュで逃げられない。特に空中の3撃目とか。だから攻撃は1、2回で様子を見て、レーザーなどを警戒した方がいいな。なるほどね。攻撃してなければ避けるのは楽ですから。いいね、安定してきた。無理に攻撃しないようにしたら余裕が生まれたな。映像なの。まあ嘘はついてたでしょうけど。当然手は組んでるよね。毒ガス？よかった、たまにある時間制限付き脱出になるかと思った。5分以内に脱出できないとゲームオーバーみたいなね。はい。ちなみに、今までどこにいたのかこの時点では気づいてないので、いきなり放り出されて戸惑ってます。マップを見れば場所名が書いてあったのに。なんて顔。生身の人間にも取り込める技術ってこと。バーナルが人間だとするならそういうことだよね。まだ私は疑ってますけどね。でも人間でもいいのかって気がしてきたな。はぁ？シャービルの船だったの。裏切らないよね。ちょっと不安になったね。まあ大丈夫だと信じてますけど。次にどこに行ったらいいのかわからず、とりあえず適当に島を巡ってたら、新たな展開が。またアリーナの続きができるんじゃない？準備が整ったのか。やりましょうよ、やりましょうぞ。キツネ。尻尾がかわいい。ほらこんな顔になった。やっぱりすぐカットなるんだから。言ってることは合ってるのよね。難しいんだ。やっぱりあるんだ。途中の扉も開いてたので間違えて入ったら、普通に戦闘が始まってびっくり。そうなんだ。そうそう、目的はここからですよね。そこは開いてないか。
特に付け替えるものもない。オッケー。そのスリットがセクシー。今回は観客がいないのね。残念なのがシャービルすらいないという。あ、ちなみにこれが焼けつく拳です。初めて使ってみましたがどうでしょう。こんな呪文だって予想してました。まさか白い三角が出るとは思わなかったかも。でしょう、予言した通り。さて、とりあえず倍速でお見せしていますが、なぜかというとめっちゃ敵が多くない？って言ったって。確かに多いね。種類も多いし、なかなか凶悪な組み合わせですよ。みんなバリアが硬いし、それを崩すだけでも大変だね。さらに盾持ちとか、こういう時に必殺技を使いたいなぁ。まああの子と戦うことになるだろうから、その時まで取っておきたいけど。それもそうか、まだ終わんないんだ。そうなんですよ、一つの部屋でこれですからね。さすがはアリーナ、アリーナ。はいはい。まだ終わらない。すごいね、勢ぞろいだ。あ、せっかく溜まったのに。嘘でしょ。ダメだ、まだ勝てる気がしない。もう少し後で挑戦しよう。と言っても HP が上がる以外はそんなに強くならないけどね。まあこういうスキルを増やせば多少違うのかな。それはそうかも。よし、この街での買い物はこれで終わったか。当然4ポイントですよねー。でも要はパリーだよね。ここに来て出てきましたね。今さら使いこなせるか不安ですけど、ガードも使ってないのに。ほんとだ。普通ならエアブロックとか真っ先に使うんだろうけどな。ダッシュが癖になってます。まあね。ちなみにこれもふと気づいたのです。挑発後の一撃ですが、上を押すと違う技が出ました。そうなの。もちろん下を押しても違って、何種類もあるんだね。気づいてないことだらけだなぁ。そしてここ、そろそろいけるかと思って何度も試しているところです。一度でも失敗するとやり直しなのが辛い。何度もやってるから勝て慣れてる。やった。ちなみにこの先にもお金が置いてありました。さて、最後にここのアイテムを回収したら終わろうかな。まだギリギリ覚えてたので、忘れないうちに取っておきたい。そうだね。むず。ほう。敵をスローに。というかそうか、敵もステップで踏めるんでしたね。すっかり忘れてた。だいぶゆっくりになるねー。ゆっくりしていってね。上はかっこいい連撃、下は強烈な一撃。横だと残像のコンボか。まあ個人的にはこれが好きかな。というところで今回は終わりましょうか。次回はまた新しい島に行ってみたいと思います。お楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。